皆さんこんにちは、りゅうかです。はい、今回ですね、こちらピーン、DM でこれを作ってくださいっていうのが来てて、もうこれめっちゃ可愛いなと思って、今回はこのくもくもゼリーを作っていきます。では作ってあらモード、このめちゃくちゃ使い古されてるタッパーみたいなやつに、まずここにブルーハワイを入れます。色と匂いをつけるために多分ブルーハワイ入れます。どれぐらい、お茶目さん、どれぐらい、でも結構いいんじゃない、この一面埋まらせるぐらい、これぐらいかな、これぐらい入れました。見えますか、これ入れて、水で、水がよくわかんなくて、これぐらいでいいかな、水 50ml だけでいいかな、わかんない、まあいいか、まあ知りません。で入れて一応混ぜておきます。ここにレモンを入れます。テレビちゃん、プン、レモンを切って、レモン切ってきました。なんか分量とかあんま書いてないので多分適当でいいんだと思う。あー、野菜スプーン入った、最悪。レモン入れます。全部入れちゃいます。混ぜます。で、さっき溶かしたゼラチンを入れていきます。混ぜます。これでいいのかな、ちょっともうちょっとブルーハワイ入れます。こんな感じなんですけど、これ固まるのどれぐらい時間かかるんだろう、頑張ります。何を、で、これを閉めて冷蔵庫に持ってきます。1時間ぐらい冷やしたんですけど、何も固まらず、この日は諦めて次の日取ろうと思っていた。なんと固まりました。そうなんです、本当に、あ、これ固まらないんだと思って諦めちゃって、僕寝て次の日、今日開けてみたら固まってました。マジで不可能はない。なんかググったら、なんか柑橘系を入れたらなんか固まりませんみたいな出てきて、え、そんなことあるみたいな、その絶対無理じゃんと思いながら、一応ね、冷蔵庫入れといたの。そうしたらもう固まったよ、やばくない。こんな感じでフォークで崩していきます。はあ、ゼリー固まってよかった、一安心一安心。ではこのカップに盛り付けていきます。これを盛り付けるのと一緒に、このヨーグルトも入れて、この雲を出していきます。入れていきます。結構多かったので、もう3杯来ちゃうよ、3杯つけていけちゃう、こんな感じ、入れすぎ方かな。ここにヨーグルト入れます。難しいな、まだ多いかもしれない、手が邪魔で全然見えないよ。あ、ま、最悪、間違えた、やばい、難しいな、え、めっちゃむずくなっちゃった、キモくなっちゃった、やばいやばい、ヨーグルト入れすぎ注意だわ。あ、でも結構なんかぽいかもしれない、なんか層になっちゃった、雲じゃないよ、こんなでか雲じゃん、もっと大きいカップがいいのかもね、これ裏返っちゃったよ。雲っていうよりか、縞模様作っていきます。おうちカフェ最高。カメラがちょっと壊れちゃったので、今から iPhone です、すいません。で、最後にこの綿菓子をトッピングしていきます。どういう感じ、なんか雲でしょ、だって雲な感じ、何これ、やばくない、一旦こうやってちっちゃいの置いてって、こういう感じのやつでこうやってポンみたいな、あっぽいぽいぽい、え、待って、こういうインスタグラマーの方いるよね、めっちゃ可愛いやん、ここちょっと少ない、どっかちょっとこれ何これ、あ、溶けたの、あ、待って、溶ける、あ、待って、これ時間の問題、これ時間の問題だ、やばい、写真を撮っていたら溶けてしまいました。綿菓子って溶けるんですね、いただきます。うわ、もう最悪、もう綿菓子もっと買えばよかった、味薄いかも、待ってめっちゃ夏、めっちゃ爽やか、やば、うまいわ、
俺これにさブルーハワイかければいいんだよ。これブルーハワイ、ブルーハワイかけて、かけない方がいいかもしれない。美味しいです。はい、というわけで今回はリクエストで来たくもくもゼリー作ってみました。どうだでしょうか。普通にうまか、思ったよりうまかったしね、和菓子がもっと多かったら可愛かったなっていうのと、マジこれ時間が勝負だから、写真を撮りたい方は、急いで、和田和菓子は溶けます。他にも僕にやってほしいことがあったら教えてください。じゃあみんな、バイバーイ、ブルーハワーイ。